今日初めて言いますけど、別に悪い意味じゃないんでね、これ、うん、巨人賞と、お会いしまして、ほうほう、はい、あ、そうか、はい、はあ、ちょっと会いまして、うん、審査員の、読売テレビの審査員があったので、はあ、ありましたね、楽屋の方にちょっと来られまして、うん、いろいろとお話して、まあ、うん、ごめんなということでいろいろと話をして、うん、いや、こちらもすいませんでしたと、まあ、そう言うことになって、うん、互いにすいませんと謝ってくださったよね、まあ、俺も、うん、まあ、すいませんとは 、うんうん、言ったし、うん、で、その怖いというか、もう 俺は何やねんと、うん、俺むちゃくちゃ恥ずかしいなと思っちゃったんよ、うん、自分が、うん、こんだけそのほら、うん、本のこととかいろいろ言ったやんか、うん、で、読売テレビやから審査員、若手が10組ぐらい出るから審査するやん、1組、うん、で、僕と笑い飯の哲夫さんとキューマさんと、はいはい、巨人師匠やってる、うん、まあ、全組終わって、うん、まあ、みんながどれぐらい点数入れたか見るやんか、うん、俺巨人賞とほぼ入れた点数一緒やって、感性似てるん書いていや、ええ話やん、それええ話いいやん、なんかうわ、すげえ、だからでも自分がなんかね、それがちょっと最後なんかクッと丸くなったよな、全部こういろんなことがあったけど、最後クッとこう丸くなった、あ、そう、なんかちょっとね、恥ずかしいかな、恥ずかしいって今言うし、違う違う、その自分自身が、自分自身がその言ってたことが恥ずかしい、あ、そういうことね、なるほどね、そういう点数が一緒やった、上げ足を取ろうとするな、お前は、いや、上げ足はそうだよ、お前さ、あの言うてる途中で俺がいつもお前上げ足取るからってバカ野郎、いや、急に大きい声出したけど俺話せへんで、今のはいやいや、だからちっちゃい声で言うてる途中でやばいっていう感じで、ほんま恥ずかしいって言ってたで、そうですね、だからほんまに恥ずかしいなって今まで言ってたことかってことやで、ね、うん、肩に乗ってる阪神賞なんて言ってた、巨人師匠のなんで肩乗ってるトグル兄弟みたいにたまに乗ってないですよ出てけへんよ、北斗の拳でも出てきたけど肩乗ってるやつ、はいどうもって出てけへんからでかい方はほとんど喋られへんねん、それチロやから、チロパッと見、マジックするチロやからあ、マジックじゃねえわ、なりたいなビッグスモール、ビッグスモールのチロ、途中で3人になりましたからね、ビッグスモール知らんけどね。